皆さんこんにちは、ミレージュ大林です。今回は自重でね、腕を太くする種目を2種目ご紹介させていただきたいと思います。特にこれもね、男性の需要が大きいかなと思います。やっぱり腕をしっかり太くしておくと、まあ今はね、寒い時期なんでこう服に隠れちゃいますけども、こう夏になってね、 T シャツから出てくる腕が太いとかかっこいいなとかね、やっぱりそういうのに憧れる男性って多いと思うんですね。なので、まあ自重で腕を太くする種目をまあご紹介させていただければと思うんですけども、腕ってね、こっちの力こぶを作る上腕二頭筋という筋肉と、その裏側にある上腕三頭筋、二の腕のね、筋肉、大きく分けて2種類あるんですけども、残念ながらね、自重でこの上腕二頭筋、器具もなしで強い負荷をかけて鍛える種目ってなかなかありません。なので今回ご紹介する種目は、こっちのね、裏側、上腕三頭筋のトレーニングになってしまうんですけども、実は腕の筋肉のうち3分の2は上腕三頭筋なんですよ。腕っていうとこの力こぶを思い浮かべる方が多いと思うんですけども、実はこっちの力こぶの上腕二頭筋よりも反対側にある上腕三頭筋の方ははるかに大きい筋肉なんですね。なので、腕を太くするためにはこの上腕三頭筋をしっかり鍛えて大きくしてあげるっていうのが、まあ、効率よく腕を太くしていくコツでもあるので、上腕二頭筋がね、なかなか自重だと鍛えられないということで、それにめげずにですね、しっかり上腕三頭筋鍛えていただいて腕を太くしていっていただければなと思います。1種目目なんですけども、1種目目はダイヤモンドプッシュアップですね。両手をね、近づけていただいて手幅を狭くして行う腕立て伏せになります。手幅が狭くなればなるほど、大胸筋から上腕三頭筋、腕の筋肉の方に負荷が移っていくので、両手をね、もうこうやってくっつけるぐらいの位置で置いていただいて腕立て伏せをやっていただくと、非常に強い負荷がですね、上腕三頭筋にかかりますので、おすすめです。そして2種目目ですけども、大胸筋のトレーニングのところで出てきました、ディップスですね。もう本当にいろんなところで出てくるんですけども、それだけね、やっぱりいい種目なんですね。上半身のスクワットとも呼ばれているぐらいなので、それだけね、実は自重のトレーニングなんですけど、いい種目なんです。ということで、ぜひね、リッピングバーとかディップスができるチーニングスタンドとか買っていただければと思うんですけども、まあ、このディップスもね、やり方を変えると大胸筋に効かせるフォーム、上腕三頭筋に効かせるフォーム、そういう使い分けがあったりするので、鍛え分けながら、ね、やっていただければなと思います。今回は自重のトレーニングで上腕三頭筋を中心とした、ね、腕を太くする種目を2種目ご紹介させていただきました。ダイヤモンドプッシュアップとリップスですね、ぜひぜひチャレンジしていただければと思います。他にもね、知りたいトレーニングの部位なんかがあれば、いつでもね、コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。